親子で始める低山俳句、黄金色に輝くセフリのメタセコイアの森へ行ってきました。シーバル峠からですね、だいたい20分から25分ぐらいのところにですね、紅葉の時期に見れる、黄金色に輝くですねメタセコイアの森っていうところがあります。今回はそちらの紹介です。ルートの紹介です。福岡市のですね、ホームページにも記載されております B コズメ峠、シーバル峠、歴史探訪コースっていう、ルートの方ですね、一応参考にさせていただきました。実は福岡市のホームページの、シーバルのバス停の方から一応真上の方にですね、車で少しちょっと小さい車だったら上がれるんですけども、道が崩落しておりましたということで、実は迂回ルートがあります。今ちょっと画面の方にですね表示されてるんですけども、この迂回ルートをですね通っていきますと、車谷登山口まではそのまま車で上がれます。だいたい 7,8 台ぐらい周囲含めてですね、止めれるような形になりますので、親子連れで行かれる際はこちらが便利かと思います。先ほどお話しした道の崩落情報はですね、2022年12月現在の情報になりますので、いずれ工事が終わりましたら通れるようになるかなと思います。車谷登山口からですね約歩いて10分ぐらいの位置に、シーバル峠登山口があります。ちなみに車ですね、2、3台ぐらい止めれるんですけども、おそらくいろんな迂回路とかになってるかと思いますんで、ピークの時は駐車控えた方がいいかなと思います。シーバル登山口です。ここからですね本格的な登山道になります。親子で始める低山俳句、セフリのメタセコイアの森に行きたいと思います。全然ダメ。現在地ここです。シーバル、峠、登山口ですね。シーバル登山口ですね。シーバル登山口で、この先にあるですね、メタセコイアの森、だいたい20分ぐらいで着きます。ではメタセコイアの森に行ってみたいと思います。行ってきます。はい、水辺のですねそばなので結構楽しい登山道です。ちょっと崖のですねちょっと切り立ったようなちょっと細い道もあるので、きちんとね大人がついてあげて、サポートしてあげてください。途中で野いちご摘みなんかをですね、楽しみながら行くと子供さんも楽しいですよ。いつも、メタセコイアの森に行く前にね、野いちごが結構あります、ね、子供さんこういうの教えてあげてね取って食べると楽しいですよ。川の近くですけども、野いちごが結構たくさんありました。めっちゃ取った。野いちご摘みなんかをしながら楽しみながら行くと子供さんも喜びますよ。上を見上げるとですね、黄金色に輝く絶景です。メタセコイア別名和名はですね、あけぼの杉と言われます。太陽のように輝くからでしょうね。はい、水辺のですねそばなので結構楽しい登山道です。ただ川の中をねちょっと石の間を渡ったりしたりするので、大人がちょっと子供さんちょっとサポートしてあげてですね、登山道進んでいく必要があります。だいたい20分から25分ぐらいでメタセコイアの森に到着です。
一度日本で絶滅して、亡くなったメタセコイアですが、まあ、一本の苗木からですね、まあ、こんなに全国にちょっと広まりました、すごく綺麗ですね、メタセコイア、メタセコイア並木っていうのは結構全国でもね数多くあるんですけども、山の中のねこの自然歩道の中にあるのは結構少ないので、これは見るべきですね。親子登山の定番おやつタイムですが、結構ですね、お父さんお母さん張り切ってピークを目指しがちなんですけども、子供さん結構やっぱ体力もありますので、まあこういうピークを目指さない登山、こういうのもいいんじゃないでしょうか。久しぶりのメタセコイアの森、はい、セフリのメタセコイアの森です。綺麗ですね。今抜群の時期です。12月頭ぐらいが見頃だと思います。見頃だと思います。はい、ベストシーズンは12月頭ですね。まあその年の気候にもやっぱりちょっと左右されるので、まあいろんな SNS だったり、まあ登山アプリなどを見ながら、判断していきましょう。セコイアの森から下山してきました。ちょっとね、川のそばでちょっとゆっくりね、お弁当食べさせていただきまして、ピークを目指さない登山、いかがでしょうか。途中でね、野いちごを食べてちょっと休憩してもいいんじゃないでしょうか。親子登山、親子で始める低山ハイク、メタセコイアの森、参考になりましたらチャンネル登録お願いします。